北海道や東北地方の新鮮な食材をふんだんに使った本格的なフレンチのコースで食べた人の心をわしづかみする鮮やかなな仕上がりとなっています JR 東日本が来年5月から北海道や東北地方で運行する豪華寝台列車トランスイート四季島では公開されたフレンチのほか和食やイタリアンも車内で提供されます。 今のところ北海道や東北を3泊4日で周遊する1人95万円のチケットが一番人気です。応募倍率は76倍に上るということです。